型式番号 MRX009、 ニュータイプ専用可変モビルアーマーサイコガンダム。連邦軍の村雨研究所が開発した機体である。ミノフスキークラクトを装備し、モビルアーマー形態のまま長時間の浮遊飛行が可能。さらにモビルスーツ形態を取ることもできる。メインパイロットは強化人間のフォー村雨少尉。香港で戦った1号機を改良し、ティターンズのキリマンジャロ基地で2号機が完成。サイコミの精神感応によって遠隔操作による攻撃が可能になった。サイコミ搭載のガンダムとして開発されたサイコガンダム。その想像を絶する巨体は周囲に畏怖を与える存在であった。だが戦闘を強要するシステムはパイロットの強化人間を情緒不安定にさせた。戦争用のマシンが人の精神を汚染する一つの悲劇を示した機体であった。